ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も来ました。3連戦を振り返る。はい。です。はい。ね。今回もちょっといろいろありましたが。いろいろあったね。うん。まあ、この田川3連戦。うん、2連戦でも、うん、まあ、いろんなことが起きるね。ね、はい、で地方でねあった試合もあったりして、いつもとちょっと違うチームもありましたが、はい、はい、丸裸にされてしまったって。何のことでしょうか。ね、はい、でニュースター登場っていう、まあ誕生と言ってもいいぐらいね。なるほど。はい。はい、で看板やちいちゃん、ありがとうございます。はい。ということで、で早速、はい、行きましょう。はい、見ていきましょう。はい。セリーグはこのようになりました。はい。ね。ヤクルト2勝1敗で勝ち越し、うん、ジャイアンツが2連勝。これは2試合だったんですね。はい。はい、ということで、広島は3連勝勝ち越しということです。全部ビーチダーが勝ち越したということですね。そうですね。はい、珍しいことだけどね。うん、今年はホームチームが強いっていうふうに言ってたんだけど、ね、ホームチームでの勝ちが多いということで、そうだね。まあ、ここに来てちょっと様相が変わったという。はい、まずは阪神、ヤクルトから。うん、ね、阪神は村上、はい、西勇輝、伊藤で、ヤクルトの方は吉村、石川、サイスリード、はい、ね、1戦目0-1、はい、ヤクルトは1対0で勝つという、うん、で31回無失点記録に、まあ、セ・リーグ記録に並んだんだけども、はい、村上がね、うん、まあ、この日も素晴らしかったわ。30イニング目でサンタナにホームランを打たれるという、ね、で負け投手になると、1対0で負け投手になるっていうのは、うん、やっぱかわいそうな気もするけど、はい、あれだけ村上がさ、コントロールがいいのに、うん、外の坂本はボールを構えてたんだよね、うん、それがなんかこうシュート回転して真ん中に入って打たれてるんだけど、はい、やっぱ村上もちょっと疲れてるかなっていうような気がするよね。ただしこの投げ合った吉村やっぱ素晴らしかったね、うんうん、無失点で 2連勝、6回を95球、はい、まあ、ちょっとね球数が多かったんだけども、いろいろやっぱこう苦心してボールを散らしながら、まあ打ち取りに行ったというね、はい、うん、でね、これ見て感じたのは阪神が3日ぶりの試合なんだよね、うんうん、雨で流れてさ、なるほど、で休みを挟んで、まあ、ヤクルトの初戦を迎えたんだけど、広島の初戦覚えてるかな、大山がホームラン打つ、佐藤がホームランを打つ、ミエセスも打つ、うん、やっぱね、3日ね、試合が行われなかったらバッティングが狂うわ。やっぱそういうもんですかね。そういうもんだね、ゲーム感が狂うというか。なるほど、うん、だから阪神打線がゼロに抑えられたけどもさ、うん、ちょっとこの3日間のゲームがなかったっていうのが響いたかなというね、うん、で坂本がマスクをかぶってたんだけど、はい、まあ、10連勝ならずということでね、うんうん、坂本がかぶっての9連勝、まあ、10連勝目はなかったという、うん、1試合目だったね、はい、で2試合目が西勇輝と石川、うん、0-5 でヤクルト、はい、5対0ね、うん、まあ、43歳、22年新人からの勝ち星を重ねてきたという、22年連続の白星ということでね、はい、これはね、記録に並ぶということでね、石川も大したもんだね、あの小さな体でローテーションを守り続けるというね、うん、この年で1年間守るっていうのはもう大変なことなんだけどもさ、うん、若い時なんか痛いやかゆいや言わないからね、あの男はいや、それで積み重ねてきたものが22年、はい、連続の勝ち星ということでね、うん、まあ、この日はやっぱこう打線もつながって、はい、まあ、石川に何とかしてあげようみたいなね、そういう気持ちも伝わったのが青木の激走、内野安打、内野安打というか内野安打かにする激走があったんだけど、それで1点をね、はい、追加するんだけども、このおじさんコンビはいいねいや本当にね、お互いがおじさんでおじさんになってね、もう俺同級生だからねだからお互いを叱咤激励しながら、はい、頑張ってるというね、うん、ただこの試合で西勇輝も全部では3失点に抑えるんだけどもさ、はい、4回に四死球3つで満塁にして、うん、その後オスナにタイムリーに2点タイムリーを打たれるんだよね、はい、だからゲームは作ってるんだけども取られ方が悪いというね、うん、でもまあ西らしい投球っていうのはまあまだもうちょっと、もうちょっとかなって、もう本当にコントロールのいいピッチャーだけにさ、うん、
3つの四死球で満塁にするっていうのがちょっともったいないよね。でちょっと球数も多かったですね。まあまあそうだね、うん、で3試合目、はい、2対1、うんね、阪神という、はい、うん、まあヤクルトもチャンスがあったんだけどもさ、はい、まあ伊藤がこう粘り強く、まあワンアウト1・3塁でゲッツーに取ったりだとかさ、うん、まあ相手のチャンスをこう積んでいってるんだけども、8回にミエセスが、レフト前でヒット出る、うん、ね、おばたを出しそうみたいな、うん、でそのおばたが三塁まで進んだら、糸原の内野ゴロで帰ってくる、ね、ね、タイミング的にはアウトかなと思うけども、だけどボールがやっぱりさ、長岡の方がここに来てたらアウトだったかもわからないけど、ここにずれるだけでセーフになっちゃうんだよね。うん、だから、まあ、岡田監督もその回に3人ダイソー使ったのかな、一気に勝負に出るよね。はい、うん、ね、だから、まあ、そういう意味では今日はなんか、まあ、8回に決めるってみたいなね、うん、ここチャンスって言ったところに、まあ、惜しげもなくパンパンパーンと岡田監督らしく切符よくダイソーを使っていったというね。もう細かい配球ね。まあそうだね、必要ですよね。まあ相手のこともまあある程度読んでたけども、うん、ただそのバント失敗の後木浪の打球、うん、村上が弾くんだよね。うん、まあ、弾くもういっぱいいっぱいのプレーだけどもさ、グラブの先に当てて、それがあの長岡がカバーしてたのその逆の方向にボールが転がっていって変わっちゃったんですよね。それがツーベースっていうかさ、ランナーが次の塁を取るような形になっちゃったんだよね。だからまあそこら辺もヤクルトは不運だったけどもさ、うん、でもあそこの昨日は外国人岡田監督が休ませた、今日は使ってその使ったミエセスが起点となり、うん、勝ち越し点を取ったというね、はい、まあそういう試合でした。3連戦で2勝1敗、はい、あの1勝2敗ね、はい、まあ明日からは DeNA、ね、今永が多分初戦投げると思うけど、どういう戦いになるかね、まあ、ちょっと楽しみだね。はい、はい、DeNA 対ジャイアンツ、はい、で一つは、新潟でやり、うん、1日空いて横浜で今日やったというね、はい、バウアー対戸郷、はい、東対山崎伊織、うんうん、これを聞いたら、まあ、戸郷はジャイアンツのエースだからね、今やね、うん、まあ、いい勝負になるかなと思ったら、まあ、バウア対策はしてたね、うん、変化球の高めを見逃さず打ちに行ったというね、で岡本のホームランで、まあ、同点、まあ、この試合は佐野の先頭打者ホームランで始まったんだけどさ、またって言ったんですね、また ね、 ね、だけどその岡本のホームランでね同点になり、うん、まあ、大城門脇の、プロ初ホームランで突き放すという、うん、まあ、門脇が使ったのが当たったね、うん、で大城も絶好調ということで、でこの試合でやっぱ特徴的だったのが、最初に丸が走って丸が刺されたんだよね、はい、盗塁を仕掛けたら、そしたら梶谷が出たら、まあ、梶谷と丸の足では、まあ、やっぱ梶谷の方が早いんだけど、うん、梶谷どうするかなと思ったらやっぱ走らしてきたよ、うん、もう徹底してそこら辺は、それがやっぱり門脇の内野安打で1点を取るような形になったしさ、勝ち越す形にもなったしね、だから非常にバウアーからするとやっぱり変化球が高めに浮いたところ、まあ、それを打たれたと、それを狙い打ったジャイアンツも見事なんだけども、やっぱこう足を絡めたりだとか、うん、いろんな攻撃を仕掛けてきたよね。で吉川尚輝、はい、あの守備も素晴らしかったね、うん、あ、まあ、ゲッツーを取ったプレーだとか一二塁間抜ける当たりを取ってアウトにするとか、まあ、そういうことを、まあ、守備も非常に良かったということね、うん、で戸郷が一人で投げ切る143球、はい、間の8回なかったよ一人で投げるからね、はい、だからまあ、非常に丸裸にされたバウアー、これからどういうふうにバウアーが投球していくか、これもまあ一つ楽しみだよね、はいはい、バウアー投手は三振は8個取ってるんですけど、うん、6回投げて、うん、被安打が11、気がつくと7失点、ね、まあ、そうだね、うん、いやただね、どんどん向かっていくから、うん、ちょっと球威がとかちょっと甘いボールが変化球とか浮いちゃったらホームランになる確率っていうのはやっぱ高いピッチャーだね。なるほど。ただ高めに投げたがるんだよね、まっすぐも、うん、フォーシームも、うん、
だそれが球威がちょっと落ちるとやっぱり日本のバッターでも打たれるという、うん、だからまあそこら辺はちょっと日本の野球をあまり舐めない方がいいよ。だから基本的にはやっぱり低めを投げながらやっぱり時折高めで三振取りに来るとか、まあそういう方がいいのかなっていうような、うん、まあそんな感じがしたけどね。ね、2試合こう1軍で2試合投げて、うん、ちょっとね全然違った結果まあそうだ、ね、っていう風になりました。まあ地方球場とかもさ、うん、慣れてないってで気温もちょっと低いというね。そうでしたね。まあそういうこともやっぱ多少関係あるのかなっていうような気はしたけどね、うん、まあ次に期待だよね。はい、はい、ただやっぱ戸郷は、うん、立派だったということだよ ね。一人で投げ抜いた、ね、はい。でまあ今日、うん、東と山崎より、はい、1対4、ね、ジャイアンツの勝利、まあ、山崎伊織がやっぱ好投してたよね、うん、で巨人が珍しくホームランなしで小刻みに点を重ねていって、ね、4点を重ねたという 2,3,4,5 の回に1点ずつ、うん、ね、で12安打を放ちやっぱ打線のつながりも多少出てきてるんだよね。だからここら辺はその大味な野球もできるしホームランで勝つ野球でバウアーを攻略したみたいに足技でね、今日は通りなかったと思うけど、うん、足技で、点を取ったりとかやっぱりそこら辺はその門脇を使ったりだとか吉川尚輝を1番に使ったりだとか、まあ、そういう意図も考えられるような打線になってきてるよね、うん、で心配ないのは DeNA 少し打線が湿り気味だなっていうようなね。そうですね、まあ、佐野は相変わらず打ってるんだけどもさ、うん、ちょっと落ちてるかなという、うん、まあ、そんな感じがするんだよね。そうですね。で明日からの阪神戦また甲子園でやる、うん、まあ、ホームランも出にくい、まあ、そうなってくると、まあ、投手戦になる、まあやっぱこうじりじりした投手戦になるのかなという、うん、で DeNA の方は中日に次いでやっぱりちょっと試作が多い、はい、でましては土のグラウンドになる、そうなってくると少し心配な面がやっぱ DeNA はあるなという、まあそれ以上に打てばね、うん、いいんだけど。そうですよね、うん、それまではねちょっと打撃でカバーできていた部分があったっていうことですかね。そうだね。ただ阪神もそんなに当たってないから、うん、まあ、ここら辺はやっぱピッチャー次第っていうところもあるよね、うん、それと小さなミスをしない、まあ、それがやっぱ勝敗を分けるかなというね、まあ、そんな感じがします。ここ1位と2位のチームの対戦なんで ね、うん、はい、はい、で最後中日とカープ、はい、中日は福谷、涌井、柳、うん、広島は床田、栗、コロニエルね。結局中日がこの前ジャイアンツに3連勝したのに、うん、今回広島に3連敗して吐き出すというね、うん、で中日1戦目1対0、床田の勝ち。2人も好投してたんだけどもさ、やっぱ中日立ち上がりのチャンスを生かせなかったね、うん、1、3塁から石川がゲッツーとかさ、まあ再三のチャンスはあったんだけど、まあここ一番出ないというね、うん、まあだから2人も好投してたんだけどもさ、まあ床田の粘りにやられるという。でこの1点を叩き出したのが野間、うん、野間のタイムリー。トータルの率は2割飛んで7厘しかないのに、はい、得点圏打率4割あるんだよ。すごいですね。だから バッターっていかにやっぱ得点圏打率が高いかっていうところの評価だよね。だから中日は打ってるんだよ結構、うん、チーム打率もいいんだよ、うん、でも得点圏打率がおそらく低いと思うんだよトータル的に調べるとね、うんうんうん、だから野間なんか2割飛んで7人しかないのに得点圏が4割、ね、素晴らしいよね。なんかすごく点を取っているとすごい打率もいいのかなって、うん、と思っちゃうでしょ。思っちゃいますよね。でもいやいやいや2割7人しかないんだよってまあだけど得点圏だったらね4割打者になるということだから、ね、うん、でこの試合、矢崎が初セーブ、ね、栗林がちょっと不在の中、まあ、矢崎がこれから頑張るのかなっていうで投げっぷりも良かったし、矢崎ね、はい、はい、まあ投手が栗林の代わりになると、まあそうです。で2試合目、うん、涌井と栗、04、はい、ここも2試合連続完封なんだよ、ね、阪神も2試合連続完封されたんだけどさ、うん、まあ4対0、うん、栗が完封、中日打線、中日のチーム、うん、これで開幕から10試合の完封ゲームをされてるというね、うん、まあ立ち上がり外野フライが打てずやっぱ点が取れないという、うん、で9回、栗がね118球4安打に抑えて完封という、はい、
でこの試合からビシエドに変わって鵜飼が上がった、はいね、スタメンも結果出ずという、うんうんうん、まあね、この試合もね、いろいろ問題点があって、うん、3回にね、周りのピンチで、前進守備をするんだよね。マクブルームだったかな、4番、相手が4番で、やっぱ、前進守備をして、まあ石川がちょっと弾くんだけど、うん、まあ、点が取れないからやっぱ前進守備もしょうがないなと思うんだよね。二遊間はゲッツーを取りに行ってんだけど、一、三塁っていうのがやっぱちょっと前進気味なんだよね。うん、やっぱ行ってもやりたくないという守備隊形を取るんだけど、まあこれだけやっぱ完封ゲームが多かったらさ、まあ生かしたか、生かしたか、うん、なんだっけ何仕方ないかなというね、致し方ない、致し方ないかなと思うんだけどまあここら辺がやっぱこうチームの悩みだよね。うん、こうこれ栗も状態もいいし、これ1点やったら1対0でまた前日みたいに負けるんじゃないかとかさ、うん、いろんなやっぱ不安を持ってやってると思うんだよね。だからこれはもう監督の勘でしかないからさ、まあ前進なのか後ろでゲッツ取りに行けっていうのか、これはもう難しい判断だけどもね、うん、でもそういう迷いがなんか出てたようなゲームだったなっていうふうに感じるね。石川の守備位置もなんかちょっと前進なのか中間なのか後ろなのかでちょっと中途半端なところにいたんだよね、うん、だから弾く結果になったんじゃないかなっていうような気もするしね、うん、で3試合目、はい、2対3、うん、まあ広島の勝ちだね。これ延長戦にまでもつれましたけど、うん、まあ柳が勝てないね。今回は5回で降りちゃったんだけどさ、はい、まあ、前半からちょっとピンチを招いてね、うん、頑張ってたんだけども、やっぱあんまり状態的には良くないよね。良くなかった、うん、でもその中でもやっぱ頑張ってた。でコロニエルも勝てなかったけども、ここでやっぱ三塁になる場面、田島が投げてて、はい、ランナーサードで、うん、まあ、スリーボールになっちゃうんだよね、代打松山に対して、はい、で次の球を投げて4球目、はい、それをセンターの頭に置かれちゃうんだよ、うん、それが決勝点になるんだけどもさ、はい、さよならではないですね。あ、さよならではないね、うん、その頭を抜けて勝ち越し点になるわけだけども、はい、うん、ここら辺が松山が12打数の代打で5安打、うん、ね、うん、やっぱこういうバッターがやっぱ広島に残ってるっていうところがやっぱ強みかなっていうふうに思うのと、うん、やっぱ松山に対してのその配球がどうだったのかなっていうのがちょっと疑問されるような、うん、やっぱここら辺も勝負していくのか徹底して逃げるのか、まあ、ここら辺が、うん、なんて言うんだろうな、やっぱりこう難しいところなんだろうなと思うよね、うん、やっぱ調子の悪いチームっていうのはやっぱこういろんなことを考えすぎてて、これって答えがないんだよね。試行錯誤やっぱしてるってところですかね、うん、だからまあこれも迷いが あって徹底した指示が出せなかったのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな印象です。はい、でやっぱ中日がやっぱこう柳を勝たせないと、うん、また広島はコロニエルが勝ち出したら、うん、これはやっぱり上昇してくるよ、うん、コロニエル3試合登板して3試合ともいいピッチングしてんだけど、うん、勝ちがついてないんだよね、うん、だからそういう意味ではやっぱ勝ち星っていうのは薬になるしね、早く勝たせてあげないといけないなって思うね。はい、で不安定なチームのコンディション、うん、ね、まあいろいろ、まあ、DeNA もちょっと状態的には不安定になってきたし、うん、中日はね、この前3連勝したと思ったら3連敗するし、そうですよね、うん、阪神はいい感じだったなと思ったら雨で調子を崩されるしっていうまあヤクルトが割とこう上がってくるかなという感じはしてるけどね、この中ではね、うんうん、まあ、広島も、まあ、コロニエル、まあ勝ち出すと、うん、勝ちがついてくるとやっぱちょっと乗ってくるかな、うん、でジャイアンツも良くなってきたね、うん、大味小味で勝てるようになってきた。で足も絡めて得点するようにもなってきてるし、まあ、魔の8回っていうのがね、まだ誰にするかっていうのがまあ決められてないんだろうけども、まああんまり気にすることはないよね、うん、まあ点を取っとけば大丈夫だから、ね、だからジャイアンツもいい形、いいチーム状態にはなってきたかなっていう感じがするよね。良くなったチームはそれをキープできるかなっていうところで、ね、ちょっとこう
下がり目になってきたチームは、まあ、不安定なので、まあまあそうだね、ただやっぱこう門脇が出てきたりとかね、ね、あいいしね、だからそういう意味では鵜飼、うん、ね、早く結果を出さないとまたね、入れ替えになっちゃうよ、うん、ちょっと振るのはいいけどもう少しミートをねしないと、まあそういう感じでした。はい、はい、続きまして、はい、パリーグ、はい、はいはい、こちらは、オリックスが2勝1敗で勝ち越し、ソフトバンク2勝1敗で勝ち越し、はい、でロッテが3連勝の勝ち越しでした、はいはいはい、まあ変則にね、楽天とオリックス、うん、ね、デーゲームをやった、うん、はい、ね、で楽天オリックスは早川、岸、則本、うんうん、オリックスの方は宮城、田島、黒木、はい、ね、最短ゲームうん、1試合目、はい、2-0、うん、宮城の勝ち、はい、7回まで0-0、うん、早川5イニング連続の三者凡退とか、宮城は三塁も踏ませずとか、うん、9回109球で完封とかね、オリックス戦、で楽天の打率、チーム打率っていうのが1安に並ぶ4に、はい、うん、オリックスの投手陣は打てないんだよね、うん、楽天がね、でこの試合で、浅村を2番に入れたりだとか、うん、いろいろ対策を講じようとしてるんだけど、それはことごとく裏目に出るというね、うん、で宮城は素晴らしかったし、で大体苦手にしてる楽天打線が振るわないという、うん、まあ、その中でゴンザレスのホームラン、佐野のホームランで2点を取り、まあ、チャナのファインプレーだとかもうそういうもの出て、逃げ切ったというね、ね、で2試合目、はい、岸と田島、ね、対楽天戦10連勝の田島、ね、完封目前で浅村に打たれるけども、ね、下位打線がつながりタイムリーを打つオリックスの方は、はい、義母とかね、ものすごく頑張ってんだよ、うん、で上位に回して上位が返してくれる、で杉本森が離脱してるんだよね、はい、これ言えば飛車角抜きだよ、うん、もう将棋で言えばいいね、主力同時に2人みたいな、うん、だけど、ね、だけどゴンザレスとかね、うん、頑張るんだよね、うん、で楽天も山崎のタイムリー、タイムリーエラーなどで痛い、うん、まあ、失点をしていくんだけどもさ、はい、この日は打線浅村を3番にしみたいな、うん、まあ田島だからね、やっぱ天敵だから、まあいろんな試行錯誤してるけども、まあ、ちょっと迷走してる感じだよね、うん、だから迷ってるなっていう、まああれだけ打てないと迷うのは当然だけどもさ、うん、でももう腰を据えるしかないからね、なんかその感じがするんだよね、なかなかもうやっぱこう不審だと、うん、この手あの手ってやってみて、ね、どれかがハマるかなっていうようなのの繰り返しになっちゃいますか、うん、まあ、絶対そういうふうに考えるのが普通だよね、うん、人間の心理だと思うけどさ、やっぱまあ信じた打順、うん、まあ、それを組んだらいいと思うんだけど、まあ、浅村っていうのは軸の選手じゃない、うん、それを2番にしたり3番にしたりするっていうよりも、うん、やっぱり一つのポジションを守らせておいた方が俺はいいなっていうふうには思うんだけどもね、うん、うん、で3試合目7-3、則本が今季初勝利ということで、うん、やっと援護点がもらえたというね、うんうん、でオリックス陣はコットンというピッチャー覚えてる、これはいいよって言ったの、うん、最初に登板した時に三振バットバットと取って、うん、その後あんまり良くないんだよね結果が、で何かを掴まれてる、うん、各球団に、はい、というのは癖とかね、そういうことを、うん、だそれを直さない限りいい球を持ってるんだけども打たれ続けるであろうという、うん、うん、コットンがね4失点してるんだよね、この試合でね、だから勝敗をもう決めるような点の取られる方をして、うん、相手が則本だし、則本は勝ってないっつってもゲームをずーっと作ってきたよ男だからね、うん、だからまあ致命的にはなったんだけど、だけどその杉本、うん、森がいなくて勝った試合、うん、前日ね、はでもその2人がいないとやっぱ長続きはしないよね、うんうん、だからじゃあ誰が代わりに頑張るんだって言ったらやっぱ投手陣が頑張らなきゃいけない、うん、その中でもやっぱ中継ぎ陣
今年は昨年よりは苦しいよ、うんうん、先発陣はまあ安定してるかもわからないけども、ちょっと今年はリリーフ陣はちょっと心配、うん、だから特にリリーフ陣ね頑張らないと、ちょっと今まで調子が良かったけどもさ、これからちょっと落ちるかもね、うんうん、ということです。はい、はい、次ソフトバンク対日本ハム、うん、ソフトバンク大関、はい、森、藤井で、日本ハムの方伊藤、鈴木、北山、はいね、大関1安打完封、うん、素晴らしい投球です、で投げ合った伊藤もさ気持ちも入ってるしさ、1対0でやっぱ負け投手になるっていうのはきついな、うん、あ負け投手にはなってない、まあ、負け投手にはなってないんだけど、勝てないっていうのがきついな、そうですね、あまあその再来になった場面はさ、シュートにフォアボールを出し、うん、盗塁されて、下位の内野安打とプラスエラーで、まあ、再来になる、ね、上川畑がエラーをし22個のチームトータルで、エラーの数を数えると、はい、っていうことになるんだけども、まあ確かにね難しかった、うん、センター寄りでねセンターに抜けていくような打球をよく追いついたんだよ。でやっぱシュートだということで反転してホームに投げようとした時に先っぽから出ちゃったんだよねボールが。それが不運にもちょっと手の届かないようなところまで行っちゃったんで、シュートが一気に返ってきたけども、まあしょうがないっちゃしょうがないけど、うん、ただやっぱこうグラブって手首を使っちゃダメなんだよね、うん、握ることはできてもこうやって返しちゃダメなんだよね、うん、だそういうこう余分な動きが入った分だけまあエラーにはなっちゃったけど、やっぱシュートの足っていうのはいいね使えるわね、さすがね、あの世界を取った足ですね、まあ、そうだな世界一を取った足ですね。ただやっぱ大関も素晴らしかったね、うん、勝てない、ずっと勝てなかったんだけど、はい、いいピッチングをしててもね、まあだけどやっと勝ててね、まあ、流れが変わるといいなっていうふうに思うね。1安打ですね。そうそう、まあ、日本ハムはこの試合は3失策あったのでね。そうなんだよ、うん、ちょっとねそこら辺がちょっと多すぎるな、うんうん、まあ確かにその札幌ドームからエスコに変わって、うん、まあ天然芝土のグラウンドに変わってるから、うん、やっぱ豆にづらいんだよね慣れてないから、まあ、そういうところで失策が増えてるんだろうけども、うん、やっぱ肝心なところではねやっぱしっかりして守ってほしいなっていうふうに思うね、うん、2試合目、3対6、うん、日本ハムが雪辱という、はいね、まあ、鈴木まあまあこうちょっと打たれ出してきてるけども、はい、まあ、ちょっと頑張るなと思って、うん、で斉藤というオリックスから移籍した、まあ、投手がいるんだけども、はい、これが初勝利というね、うん、で日本ハムの方はマルティネス、アルカンタラ連続ホームランで逆転という、うん、で江越の活躍も見過ごせないでね、うん、この試合でね俺が感じたのは、はい、カーの玉井、まあ、池田はホームランかな1点取られるんだけども、はい、やっぱ日本ハムの中継ぎ陣って結構頑張ってんだよね、うんうんうん、だからピシャッとゲームを締めたというね、まあ鈴木も左を並べた打線、うん、甲斐と今宮だけだったかな、あと7人左を並べてきたんだけども、はい、まあそれでもやっぱこう頑張れたな鈴木は、うん、まあピンチを迎えた時に新庄監督早めに変えたけど、あ鈴木は今年1年やっていけそうな感じがするよね、うん、なんかちょっと不安定かなと思ってたんだけど、はい、なんかこのあの猛者たち、うん、ソフトバンクの左バッターっていいバッター多いからさ、はい、それを並べた割には捕まえきれなかったなっていうねソフトバンクが、うん、だから鈴木は今後もやるなっていうようなね、まあ、そんな印象を受けました、はい、この試合はね勝ちはつかなかったですけど、はい、もう3勝してますね。そうなんだよ、うんうんうん、はいはい、はい、3戦目藤井と北山、6-3、ねはい、ソフトバンク甲斐、うん、のホームランも出ちゃったよみたいなね甲斐、はい、もうバッティング苦しんでたからね。そうでしたね。あだからまあサヨナラの1戦目、うんうん、まあエラーがついて打点にはならないんだけども、はい、まあサヨナラを作ったというね打撃から、だからちょっと打撃が変わってきたのかなっていう感じもするしね、うん、
でホームラン、まあ近藤のツーランで加点とかね、はい、あ、まあ日本ハムの方は江越、うん、がホームラン、うん、江越よかったなと思ってね江越は阪神の時はバットに当たらないぞみたいなこと言われてたんだけど、やっぱ新庄監督はやっぱこう乗せるね、よくね、でやっぱこう信じて使ってあげる、その信じるっていうことがすごく大事なキーワードだと思うんだけども、うん、だからその江越が答えられるようになってきてるよね。でマルティネスがホームラン、はい、マルティネスがやっぱこう、キャッチャーをやったりとかする時があって、はい、それをやらすことによってなんかこうチームに溶け込んできてるというか、それでやっぱり日本ハムのチームに慣れてきてるという、うん、まあ、それとパリーグの野球に慣れてきた、だからホームランが出始めてるよね。だからそういう意味ではあの負けたとはいえ、なんか江越がホームランを打つ、マルティネスがまた打つ、うん、なんか収穫のある負け方だなと思ってね。日本ハム今シーズンそういうのが多くないですかね。ただし試合でも、うん、ただしね、万波とかが少し疲れ気味なんだよね、はい、結果が出なくなってきてる、はい、やっぱね、マンチューとか、うん、ああいうところがやっぱこう打つと盛り上がるんだよね。うん、だからもうマンちゃん頑張ってみたいなそんな感じです。はい、はい、ね、うん、はい、最後、はい、ライオンズ対マリンズ、はい、ね、0-3、うん、西武は今井、エンス、うん、平、はい、ロッテは種市、小島、うん、西野、ね、1戦目、はい、今井、何の日か分かりますか？お誕生日ですかね。そうだね誕生日にボロボロになりました。はい、これは ね、グラブを帽子叩きつけて悔しがったという、うん、その悔しがらさしたのは、うん、ロッテの池田ライト、はい、ね、3安打その後、そのうちの1本がホームラン、うん、プロ初のホームランです ね、 ね、また若手が出てきたというね、え、ニュースター、そうだね、ですかね、うん、で同じセカンドのポジション的にかぶるんだけど、うん、中村が DH に入ったのかな、はい、この時はね、うん、で4安打、うん、ね、で中村が打てば中村が打てばって言ったらやっと出てきたよ、うん、でやっぱこう池田ライトというね、やっぱこう刺激のある選手に引っ張られたのか分かんないけど、うん、池田が打ったら中村が打つ、池田が打ったら中村が打つっていうようなそういう相乗効果みたいなのが生まれたよね、はい、でもう中村が4安打というね、うん、これはもう完全に池田に引っ張られるという形で中村が覚醒したというね、うん、で谷内が7回6安打無四球、まあ今井はバースデーの日に6失点というね、うん、まあそういう試合だったんだよね、はい、まあまた出てきたなみたいな、ロッテは、うん、いい選手いるなね、本当に、いや本当だよ、ね、若手すごい活躍目立ちますね、だって、まあ、そうだね、うん、はい、2試合目、はい、ね、2-3、はい、ロッテの勝ち、まあ3-2ね、うん、小島が7回3安打、ね、山川の2塁打タイムリー、マキノンのホームラン、まあ、それで2点で抑えるという、まあ安定した好投で、でこの試合はポランコが2点タイムリーを打ってくれるね、ね、指名打者でね、ポランコが、まあ西武も、まあ、2点は取ってるけども、うん、これ、3安打に抑えられてるんだよね。そうですね、うん、だからここら辺が問題なんだよ、うん、まあ、例えば、まあ、2点取ってるからいいじゃないかっていう感じもするんだけど、3安打じゃさ、まあ、何にもなんないんだよね、うん、何にもできないというか、たまたまそのランナーがいて長打が出たとか、たまたまホームランになったとか、まあ、それじゃやっぱ長続きしないし、うん、だからまあここら辺もう少し頑張るというね、うん、そしてこの試合で8回、はい、ペルドモ、うん、リーグトップの13ホールドポイント、まあここら辺がやっぱ安定してるね、ロッテはね、うん、素晴らしくいいよ、うん、で目立たないんだけど、いつの間に13ホールドしたのみたいな、本当ですよね、いやだから沢村とか増田とか、うん、こう交互に出てくるから、交互に出てきたりだとか、増田が先に出てくるとか、沢村が先に出てくるとか、いろいろそこに注目が集まって、ペルドモにあまり注目いかなかったんだよね、まあ個人的にだけかもわかんないけど、まあだけどこれが13ホールドをね上げてるという、
ね、ああ素晴らしいピッチャーがいるなと思ってね、ロッテもいいピッチャー連れてくるね、ね、うん、まあそれで、まあ、逃げ切るという、ね、はい、まあ、形だった。で3試合目平と西野、うん、0-3、おいだんだん打てなくなってきてるぞ西武が。まあ平はね、ゲームを2失点だったかな、ゲームを作るんだよ、はい、作るんだけど平の投球ってやっぱ選手点を上げるね先に。なるほど。ずっとなんかそういう印象が残ってるんだよね俺の中では。でやっぱ点を取ってくれるまで粘るとかいうよりも、うん、なんか立ち上がりに悪いから立ち上がりにポンと点を取られるケースが多いよね、うん、まあ、それがやっぱりちょっと課題があるっちゃあるんだけど、うん、でもゲームはしっかり作るしさ、まあ今回初黒星になったけども、そうです、ね、まあ、打線がやっぱり援護してやらないとね、まあ、再三のチャンスは作るんだけど一本も出ないというね、うん、うん、ただそのロッテの方は打っては藤岡、まあ、投げては西野、はい、まあ、6回無失点というね、うん、あこの3連戦で、まあ、池田ライトという、まあ、新星が現れるという、はい、ね、うん、まあ収穫の多かった3連戦だったよロッテはね、うん、だからまあ競り合いもそうだし、まあその今井エンス平って言ったらさ、これはやっぱこうリーグを代表するようなピッチャーが投げて3連戦投げてきてるわけだから、うん、まあ、それに3連勝したというのはね非常に大きいし、うん、だから池田ライトっていうのも発掘っていうかもともと良かったんだけど、うん、出てきてくれて、うん、でベテランの中村を刺激してくれて、うん、だなんか中村も覚醒してきたというね、うん、だから非常に収穫のあった、まあ、3連戦であったよね、はい、ちょっと西武がね、西武がちょっとな、うん、うん、元気がなくなってきたのがちょっと心配だけどね、もう打撃っていうのもそうかもしれないですけど、うん、さっきも言ったその3人が投げてちょっとゼロっていうのは厳しいですね、ちょっとな、やっぱりこう山川がホームランパカーン打って、うん、ドスコイでやっぱ雰囲気を変えていかないと ね、 そうですね、ちょっと止まってるもんね、ホームランという意味では今のところまだ、そうだ ね、 ね、ヒットとかタイムリーとか出てるんだけども、うん、やっぱちょっと一発欲しいなっていうような感じがするよね、そうですね、はい、で二極化このままでは、うん、なんだ二極化って、二極化だからまあ極端なんだよね、なるほど、だからそのちょっと前は、うん、お楽天来たぞ日本来たぞって言うけど、うん、また変わっちゃったんだよね勢いが、うん、まあエラーによってなんかこうちょっと変わってきたし、うん、勢いがなくなると止まるというね、うん、で楽天の方は打てないから迷走に入ってるというね、だから実力通りというか、うん、まあオリックスはまあこれからちょっと分かんないけど杉本森がね、うん、離脱したから、うん、だけどしっかり勝ち越してるというね、でソフトバンクも柳田が打つことによってじりじり上がってきてるというね、うん、いうこともあるし、まあロッテは春先の勢いを取り戻してきてると、うん、だからちょっと心配なのは楽天、日本ハム、西武ね、なるほど、今ね、今ねこれはね日本ハム、楽天ということで4、5、6になってますけれども、ね、うん、はい、まあそういう3連戦でしたけども、はい、ね、まあ大変ですよゴールデンウィークのね、ね、後のカードって本当疲れるんだわ。なるほど。ゴールデンウィークって、うん、あのね、思っているより疲れてるのよ、体がね。ね、あ、おそらくね、プロ野球ファンの人たちはゴールデンウィークがこうね、ちょっと一つ目のイベントのようなね、まあそうだね、感じで、うん、ある分、逆に選手たちには負担が来ている。やっぱね、力も入るしね、うん、で炎天下で。うん、ゲームも多いし、ちょうどなんか気候もね、暑くなったり、そうそうそう、寒くなったりを繰り返したりね、そうだね、そうだね、体慣れてないと大変ですよ ね、 うね、うん、で丸裸にされた人もいるし全然ニュースターが出てきたという ね、 ね、まあ、そういう3連戦でしたけども、うん、ね、また、まあ明日からカードが変わるんでね、うん、まあ明日の注目はやっぱりこう阪神 DeNA かなっていうような気がします。なるほどね、はい、まあ、どういう試合になるか楽しみにしたいと思います。はい、はい。